This is not mission difficult, Mr. Connor. It's mission impossible. 7 months ago. Bonnam the Cinderella engine, Madame the Power Maker in Project. 3 months ago. 제가 말해요. 지휘관이 노래관 꼴꼴 들어서 무시했죠. 정말 마지막 빠그당 얻었어요. 서로 간에 가게지슨이 내일부터 나한테 다. 아, 나한테. 야, 근데 이만 코너 지켜야 돼. 이리기를 하시기도. 이까지 들어서 보이지. 약간, 난 좀 무서워. 암만에 오래라는 하나씩. 유엔 게임. 유엔 전부야. 유엔 뜨고 아래. 마, 또 유타이밍이 뭔 소리잖아. 마, 이즈레 헌드 못 하세요. 두세미나 용이냐가라 신지스. 으이! 이때. 미끌 소리요. The present. Hi, hello, my name is Connor. I was born in Korea. I'm a legend. So I'm quarter. It's my favorite country, but ここ日本言うてんな。お久しぶりです、カルマです。まず、今回の本題に入る前に一つ。YouTube を2ヶ月休んでまで俺がノーノーとなりませんかだと思っとる人は多いの。その通りです。俺はいつもやけど、期待裏切らんか。今回のそれだし、いつもと人は違います。今から話すことすべて、だいぶ驚くであろうことが、ちょっと色々多いと思いますので、この動画で話せることは一気に話そうと思うので、心の準備だけよろしくお願いします。そしたら行きましょうか。まずね、一番気になってると思います。なんで2ヶ月間動画投稿はどうとかなっていう風に多分思われてる方結構いると思います。いすぎて全米が泣いたという風にちょっと聞いたので、まあ、ようやくこの動画を出せること嬉しいなっていう風に思っておりまする早漏状態に突破しております、はい、本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。まあまあまあ多分以前から僕だいぶ不定期更新 YouTube 界のハンターハンターって言われてるから、そしてこれが100本目の動画という、まだ100本しか上げてない。それでこの登録者を取るっていうところがまあ猛者なんですわ。うーんこだな。この期間俺が何をしてたのか、どこにいたのか皆さんにお伝えしようと。2ヶ月間ある場所にこもっとったじゃん。はいってなるよね。じゃあやっぱりさださんに休んどったんかってなるかもしれんけど、まず一つ目100万人超えた時に俺は言ってたと思うんですけども、いずれ俺の素性を明かすと。カルマという存在がこの150万人に至るまで全て謎にしてきたから、まあ、ちょっと表は見せれんじゃけど、ガチガチで本書きよった。2ヶ月間本を思いっきり書いてました。俺の思いから生い立ちから戦略まで全てその本に詰め込んだチャンネル。妥協もせずに本に詰め込みました。いや、わかっとるわかっとる。もう自信持ってるけど、俺たちは本を読まない世代やけん。本ごときに2ヶ月の YouTube っていう配信機器を停滞させたのかとか、わざわざ止めたのかっていうふうに思うかもしれんけれども、俺はごもっと前し、俺も同じ意見。動画の後に報告するけど、ちょっとある大きなことが決まりまして、よし、じゃあこのタイミングに合わせて俺は本を出そうっていうふうに思ったわけよね。断片的でごめん、全部回収するから今日の動画で。おそらくみんなが納得するであろう。まあもともとは動画もやりながら本も進めようっていう感じで着手しちゃった、まあ着手しちゃったけど、着手したっちゃけど、ちょっとね、ある理由で妥協できなかったじゃん。ちょっといい話が続くかもしれんけど、これは自分に本当に勝てたことないけど、今さ、世の中ってすっげえ大変な時期だと思っちゃう。1、2年前とはすっげえ色々変わったと思っちゃう。バイトとかもいつ切られるか分からんかったりとかさ、仕事がろくにできんかったりとかして、収入が思うようにこの時期やけん入らんかったりする人が多分多いと思う。そんなみんなが大変な状況で、俺がただで得られないコンテンツを世に出そうとしてるわけやけん、それはなおさら妥協もできんかったし、手が抜けんかった。価値のあるものを作らんと俺はいかんと思ったじゃん。やけん、基本自分で本出したら本買ってくださいっていうのが当たり前かもしれんけど、本買ってとは言いません。俺の言葉を買ってほしいじゃん。カルマという存在を買ってほしいっちゃん。それがたまたま本になっただけなのに、俺からしたら。俺も本とかどうでもいいっちゃん。コンコン釘を刺す、たまたま俺が選んだ選択肢が本やったってだけなのに。別に YouTube の収益が2ヶ月ストップしたところで俺ってどうでもいいっちゃん。要は赤字あれでも借金するのはみんなじゃなくて俺やけん。そこはね、しっかり買ってよかったって思われるような本を作ろうと思ったわけよ。やけにわざわざ1ヶ月半ぐらい俺アパート借りていいですかって言って借りて、そこで一人でこもってずっと本書けよった。俺バリーやつや、マジでビビったんやけど、ほんと今日寺に帰ろうかな。最初バカやけん、もうライターはいらんと。俺が一言一句自分で力書きますって言ったわけ。本を隠しとって手書きだよねって固定概念があって、それで書きやったらもう検証やんなっちまって、やりの方が。で、そっからタイピングに変わったけど、それぐらいガチガチでのめり込んどった。めちゃくちゃ魂込んどっちゃうね。本の名前なんですけれども、ここに本言うてなっていうタイプです。もうまんまやんって。予約とかいつ開始するんですかっていう話かもしれんけれども、ちょっと先に言っときます。一回、俺が何も告知せん状態で、とりあえず出来上がった分だけ最初まず予約開始して様子見ようと思ったら、秒速で売り切れしてしまって、バカ人気やみたいな。秒速で売れてしまったけん、今日からしっかりもう一回サーバーも立て直して本気で予約開始します。これだったら売り切れやろみたいな感じでしょ。で、ポンって多分出すけん。多分いろんなところでも予約開始すると思うけど、多分みんな分かりやすいのは Amazon やろ。なので Amazon の URL を下に貼っときます。Amazon とかやったら確かに限定カバーが数量限定とかでなんかあるみたいな。発売日が出荷のタイミングとかで本当にこれたまたまなんやけど、8月の
26日で、なんと、その日俺の誕生日じゃんね。これやばいよ、盛大に祝っていただき。そのタイミングでみんなに手に届けてくれるのはむちゃくちゃ嬉しいよね。でも一つ言っとく、これ本の予約開始しましたっていう動画だけではない、広告はこれだけじゃないんですよ。 Ladies and gentlemen, please welcome。 突然ですが皆さん、この日本において一番有名な屋外広告ってみんなどこを想像しますか？そうだね、プロテインだね。そうだね、プロテインだね。あの渋谷のど真ん中にそびえ立つ渋谷109、渋谷の百貨的あの広告よね。多分これ100人に聞いたら100人そう答えると思う。まあそこに君臨したらもう今の時代の顔はあなたですよっていうステータスではあります。あ、で俺もたっちゃん、今あそこの席座っとしてごらんくねと。じゃあ今現在そこの席に座るにふさわしいのが誰かってなった時にね、まあ俺よね、俺よね。前から言うけど俺って有言実行するけん、この夏この俺カルマが日本のあの中心地であるあの屋外広告にブワーブワーブワー出ます。渋谷の街を一斉風靡します。さらに2週間、ありがとうございます。よいしょ、やばいわマジで、俺すごすぎる。これは多分マジでやばいことやと。厳密に言うと今2ヶ月休んどることになっとるかもしれんけど、半年以上準備かかったけん、無所属であんなどでかい日本一有名なとこ多分乗るってほぼ前例ないと思う。かっけえ、かっこよすぎる、マジかっけえ。俺キノコロコの子、元気の子、エリング。これで驚いとる人もおると思っちゃうけど、もう一個あれ、一つどころじゃない、まだ2、3個あるのね。夏やし、まあ日本の首都が東京だとしたら未来都市ってどこですかって。まあ大阪だと思うんやけど、大阪も俺が一世風靡することになったっちゃうね。やべえぜこれ、これ多分マジで歴史に残る件、マジでいろんな大人巻き込んでここまでようやく来た話だった。で、本席最大の動画はこうだな。大阪も結構やるんやね。多分天王寺駅っていうなんかバカでかい駅があるじゃん大阪には、まあ、そこの駅のホームとかで、あとアベノハルカスってあの日本で一番高いあのビルになんか繋がるなんかの通路とか、なんかもう俺にも把握できんぐらい多分なんかバン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 なんか出るらしいじゃん俺が。ましてやなんか、まあ俺一色になるじゃん。日本のどでかい中心地俺が君臨するわけやけん、人がもう二川もう向けすぎてみたいになっちゃうわ。終わった、多分怒られるねこれ。まずですね、渋谷109のシリンダー広告とでかくバッてます。で、それはこの本を出版している角川出版社の広告塔として出るわけ、その渋谷109のシリンダー広告で。こっからちょっとややこしくなるけど、大阪と渋谷は実は別の広告として出る。渋谷109渋谷の中も実はやるんよ。と大阪の正式名称で言うと渋谷109阿部のそこの中と、そして店舗内だけじゃなくて外にも大阪も出るんよ。それは別の広告として出る。めっちゃややこしいよ、なんて言えばいいかな。簡単に言えば2種類の CM 打つって感じ。そこの渋谷の屋外広告以外はもう全く別の広告で一斉風靡するんだ。めっちゃややこしいけど、俺がそんだけすげえことしてしまう。釘を刺す。で、中と大阪全体は何の広告が出るのかってなった時に、ここでもう一つの報告があります。あるブランドの広告として出ます。まあ俺レベルになるとまあくぶわな。コンコン釘を刺す。そのブランドっていうのが巷ではもう話題になっちゃってるんじゃないかな。もうむちゃくちゃ多分もう有名になるであろうユーテナっていうブランドなんだけど、ここ日本ユーテナとニトリだね。俺がなんか作ったブランドみたいになるけんあれやけど、うん、まあそうなんやね。ブランド立ち上げた。はい、さらっとちょっと裏で名前を言ったら驚くような人たちがちょっと努力してくれて出すことになったんだけど、でそこのブランドの広告として大阪と渋谷はそのブランドの店舗が出るっちゃけど、本も出る。多分109限定カバーとかね、それの記念としてお祭り騒ぎみたいな広告打っちゃう。でこのブランドの広告の方は本当に正直言ってね、俺の方に集中しとくと思われて、こんだけ2ヶ月休むってもブランドまでは行きつかんかったけん、で8月24日までに全て提示できるようにします。で、あの外のでかい屋外広告は8月の23日から9月7日までの2週間です。で中のその店舗の方とかは8月の24日から1週間です。時期が時期やけん入場制限とかかけられるみたいなんで、全員が全員入れるわけじゃないけど、渋谷とか来ることがあればカルマが YouTube 界でアバターボートする大きな一本目やけん、ぜひ見に行ってほしいじゃん。広告とか見出しとかね、一緒に写真撮っちゃって拡散バンバンしちゃってください。最高の誕生日プレゼントやで。その前までに来ても俺とは何も無関係な状態だから、今から来ても何もないです。当たり前っちゃけど、やって俺めっちゃ報告したねっていう感じです。いや、あのモイリンとの動画をカップルチャンネル始めますみたいな風切って歩けて、おい俺たちがカップルじゃん俺らみたいな感じの動画始めますみたいなさ、なんか動画出したと思うけど、そっから2ヶ月空いとるっていうね、本当にすっげえよ。あれに伝説開けまして、一応モイリンとの動画撮ってる分があるんでそれを出します。まあこの期間ね、あのモイリンのチャンネルとか俺のチャンネルの方でどっちも上がってなかったと思うんだけど、俺もご覧の通りすっげえいろいろ準備しようとあったね。それが予想外にちょっと大きすぎたけん時間かかっちゃったっていうのがあるのと、あとモイリンはモイリンの方でいろいろ動きようから、あくまで違うチャンネルやけん時間を合わせるのとかなかなか無理やけん、とりあえずこれを片付けてじゃないとっていう形で進行しておりました。ごめん、むちゃくちゃ長くなりました、すいません。本当ありがとうございました。 Thank you guys for watching, subscribe YouTube channel. Bye bye.